全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。私たち社会保険労務士は毎月社労士会から様々な送付物が届きます。月刊社労士という月刊誌だったり、各種セミナーや書籍の案内だったりと様々です。先日、全国社会保険労務士会連合会より社労士の職業倫理に照らし不適切と考えられる情報発信に関する指導方針を理解するためにという冊子が届きました。これは社員をうつ病に罹患させる方法というブログを書いた社労士さんが世間から大きな批判を受けたことから、社労士の職業倫理を改めて見つめ直し、不適切な情報発信をしないようにという趣旨から作られました。インターネットが発達し、誰でも簡単に情報発信ができるようになりました。それに伴い、社会保険労務士もブログや広告などを使い、様々なメッセージを発信するようになりました。ほとんどの情報発信は受け手の役に立つ情報ですが、全てが有益な情報とは言えません。社員をうつ病に罹患させる方法なんていうブログを書いた社労士さんは、違法行為を助長するような記事も書いており、大きな問題となりました。私たち全国障害年金パートナーズも、日々ブログやメルマガ、YouTube などで情報発信していますので、この問題は決して他人事ではありません。社労士会から送られてきた冊子もしっかりと読ませてもらいました。この冊子には不適切な情報発信の例として次のような事例が挙げられていました。問題社員はうつ病に罹患させて退職に追い込みましょう。そのノウハウを教えます。合法的なパワハラの方法が知りたければご連絡ください。厚生労働省が作成したモデル就業規則はそのまま使うと労働者の思うツボですよ。労働基準法上必要のない休暇を与えていませんか？労働時間を変えずに残業代だけを大幅削減する方法を教えます。合法的に社会保険料を節約する方法はこちら。助成金獲得のノウハウを教えます。成功報酬は支給額の何パーセントです。障害年金、必ずもらえる診断書を医師に書かせる方法。 100% 会社側に立って労働者と戦います。どんな時でも労働者の味方になります。監督署の調査に対抗できます。このような表現を広告やブログなどで行うことは不適切だと社労士会は判断しています。基本的には社労士会の考えに私も賛成です。倫理観の欠けた状態で仕事をしていると、いずれ自分のことばかり考え、誰かが不利益をかぶっても構わないと考えてしまう恐れがあります。そのような社労士が増えてくれば、社会保険労務士全体のイメージが悪化し、社会保険労務士と聞いただけで怪しい、信用できないと思われてしまうかもしれません。そのようなことになるのは嫌ですし、私は誇りを持って社労士の仕事をしたいのです。しかし、何をもって不適切な情報発信となるかは、とても難しい問題です。人によって考え方や解釈が異なるため、ある人によっては有益な情報でも、別の人にとっては不適切と感じてしまうことがあるからです。例えば、先ほど紹介した労働時間を変えずに残業代だけを大幅削減する方法を教えますという表現ですが、労働者側からすると不適切な表現ですが、経営者側から見ると有益な情報なのです。この表現は違法行為を助長しているものではありませんが、実際に行われると労働者にとって不利益となる可能性が高いため、不適切な表現と判断されたのでしょう。このように一部の人にとって有益なことであっても、それを実践することで別の誰かに明確な不利益が発生するのなら、
その情報発信は不適切なものだと判断される可能性があります。考えようによってはどんな発言でも不適切な情報発信とされかねません。この辺が怖いところですね。情報発信を萎縮してしまう人も出るでしょう。しかし私は情報発信を続けます。誤解されることもあるでしょう。批判されることもあるでしょう。それでも情報発信を続けます。だってうつ病で経済的不安を感じている人の多くは障害年金という経済的支援があることを知りません。すべてのうつ病者に障害年金という選択肢があることを知ってほしいので、私は情報発信を続けます。情報発信を増やせば増やすほど否定してくる人も増えてきますが、それもやむを得ません。いろんな考えの人間がいるのですから、私の考えに共感してくれる人もいれば反発してくる人もいるでしょう。でも情報発信とはそういうものです。共感されることもあれば否定されることもあります。それでも情報発信するというのを私は決めたのですから、社労士としての倫理観を意識しつつも、うつ病の方に有益な情報、楽しんでもらえる記事、賛否両論起こる情報発信をしていきたいと思います。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。